今日はシーパイと先ンパイについて説明します漢字で書くと同じ漢字牌を洗うと書いてシーパイと呼んだり先ンパイと呼んだりしますたまに使い方間違ってる人いるので説明するんですがシーパイは手摘みの麻雀などで山積む前に牌をじゃらじゃらかき混ぜること先ンパイはジャの店員さんがやっている肺掃除のことです なのでそのー失敗しといてと言われたら「は、まあ、いかき混ぜといて」と偏りがないように灰かき混ぜといてその灰先輩しといてと言ったらその灰を灰掃除しといてという意味合いになります。まあ、この辺りはもう文脈でその状況文脈で判断すると漢字で書くと同じ「灰を洗う」という漢字になります。 まあ、まあ大丈夫だと思うんですがたまに間違ってる方いるんで「シーパイと「センパイ」説明してみました。いつも動画見てくれてありがとうございます。またお願いします。